コースでハイナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のワシントンナショナルズ所属。2012年にアマチュアフリーエージェントでワシントンナショナルズと契約してプロ入り。契約後、参加のルーキー級ドミニカンサマーリーグナショナルズでプロデビュー。10試合に登板して0勝2敗、防御率2.93、35奪三振を記録した。2013年に アメリカ本土へ渡り、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズでプレー。12試合に先発登板して3勝0敗、防御率2.45、43奪三振を記録した。2014年はと A-9 オーバーアンダブルデイズと A 級、ヘイガーズタウンサンズでプレーし、2球団合計で7試合に先発登板して1勝2敗、防御率4.86、30奪三振を記録した。 2015年も A-9 オーバーンと A 級ヘイガーズタウンでプレーし2球団合計で23試合に先発登板して4勝10敗防御率5.4294奪三振を記録した2016年は A 級ヘイガーズタウンでプレーし25試合に先発登板して7勝11敗防御率4.9696奪三振を記録した 2017年は AQ ポトマックナショナルズでプレーし、12試合に登板して4勝3敗、防御率3.32、51奪三振を記録した。なお、5月16日には薬物検査違反で80試合の出場停止となった。オフの11月20日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。2018年は開幕を AQ ハリスバーグセネターズで迎え、 5月19日にメジャー初昇格を果たしたが、登板がないまま翌20日に降格した。6月3日に再昇格し、同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは14試合に登板して3勝3敗、防御率5.71、39奪三振を記録した。2018年11月30日にヤング・オームズとのトレードで、 ダニエル・ジョンソンと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年12月21日にフルスノ・ナショナルズとマイナー契約を結んで2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられた。2021年6月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 ありがとうございます。